はい、ということで4日間授業をお聞きいただきましたが、ここからはですね、ご質問にお答えしていければなと思っております。ちょっと練習とか言うと恥ずかしいんですけど、まあこうちょっとせっかくの機会なんでちょっとマジで答えてしまうんですけども、これはもう本当僕はですよ、僕はなんですけども、一度その作品をしっかり味わわせていただいて、もう一度しっかり楽しませてもらうんですよ。でその中で自分の中で噛み砕いて自分を投影させて、その作品の中を自分が動き回らせてもらったり、その中に出てくる人たちの視点でいろいろ頭の中で見せてもらったりして、それを見た光景を頭の中で組み立てて、皆さんにどうやったらうまく伝わるかなとか、どれを先に言ってどれをこう言ったら楽しんでもらえるかなとか考えながら喋るっていうのが、まあ僕の中でのそういうことになるのかもしれません。まあ正直1週間ぐらいかかりましたよね。ああ、まあもちろんいろいろありまして、例えば本当に映像化されたような大人気作もあったりとか、まあ、そうですね。でも印象的なやつで言うと、僕他園雅也先生の黒い本っていう、まあこれめちゃめちゃ怖いんですけど、これがすごく面白くて、ほんとね、黒くてなんかどす黒いものを感じるような内容のお話ばかりが羅列されてるんですけども、一番いいのは怖いお話をね、作者さんがいろんな方からお話聞いて、まあ、それを書いておられるんですけど、その書いておられる作者さんが結果それがきっかけでいろいろ不可解なことに巻き込まれていくんですよ。そのね、本はね、すごく面白いですね。印象に残ってます。で、そこからもう先生の作品のファンになった他の作品なんかも拝見してます。見ました。はい。見ましたし、ツイッターで流れてきたんで、海沿いのその旅館の前に立った時に、え?と思ったんですよね。旅館とは言ってるんですけどね、まあ、例えると田舎のおばあちゃん家みたいな、えと思ったんですよね。旅館とは言ってるんですけどね、まあ、例えると田舎のおばあちゃん家みたいな。男の階段中に映り込んでいるオーブのような奇妙な光、これはこの男の階段に引き寄せられた死者の魂とでも言うのだろうか。フォロワーさんだったり普段ね来てくださる方々も見たらしいんですけど、もうみんな笑ってましたね。だってね、他の講師の方々もみんな同じここで同じ設備で撮ってるわけじゃないですか。なぜ僕の時なんだという。まあこれはだから何でしょうね、お仕事柄的には喜ぶことなのかもしれないんですけど、僕そもそもが怖いのが苦手で、怖いことがあると怖いと思うから、それを楽しんで怪談が好きなんですよ。なので怪談に対するこの未知へのロマンだったりとか、まあアプローチが面白くてやってはいるんですけど、根本は怖いんです、ずっと。お話を聞いて喋るのも好きですし、まあ誰かがこんな怖い体験をしたっていうその現場に行くみたいなのも楽しいんですけど、実際に5人も講師がいて僕だけになんか起きたとかは嫌だ、怖い、しょっちゅうありますね。面白いですね。一回まあ、某テレビ局さんのスタジオでやった時も、これ24時間配信みたいな生配信の番組だったんですよ。で、まあ、音楽系の企画だったり、バラエティだったり、いろいろやってる企画があって、もう20時間近く何事もなく、滞りもなく配信が進んで、僕が怖い話した途端止まったんですよ。本当申し訳なくて。だってね、設備的には何の問題もなかったのに、やっぱ階段ってそういうのあんだなと思いますし、一回とあるラジオ局さんの、まあ、とある番組ね、それは階段番組とかじゃない普通の音楽を扱ったりするようなトーク番組なんですけども、夏ということでゲストで行かせていただいたんですよ。で、まあ、結構大きなスタジオさんなんで、防音設備も完璧で、スタジオも大きくて、そんな中スタッフさんもたくさんいて、演者さんも有名な方で、で、そんな中ゲストで入ってって、じゃあ、アミ君怖い話お願いします。で、今日2本喋るって聞かせていただいてたんで、じゃあまずは1本目って感じで1本喋り出したら、さっきまで僕横で見てたんです。登場するまで見てたら、すごく楽しそうな番組だったのに、僕が喋り出した途端、ずっと音が、とか鳴り出してるんですよ。で、僕は気づいたんですけど、これだからといって喋りを止めたら放送事故じゃないですか、ラジオだから。このこっちでえってなってるのとかも音声だから伝わんないし、
これ喋り続けるしかないなと思って喋り続けたら、するとクイクイみたいなのがずっと入ってるんですよ。でそのメインのパーソナリティ2人もええって気づき出して、で聞こえてるよねみたいな顔をお互いにしながらも、僕は喋りを続けながら聞こえてますって感じで、でこうこうこうでって言ってクイクイみたいなことが聞こえるんですよ。で最初もしかしたらこの、ね、ガラスの向こうのコントロールルームから演出で誰かがちょっといたずらでやってんのかなと思って、みんなでバーってそっち見たんです。そしたら向こうの方でやってない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 ってみんな大騒ぎになってるんですよ。でキーってずっと聞こえてるんですよ。でちょっと待って待って待ってってなった中、僕は一応一話喋り切ったんです。そしたらもうちょっとみんながえいやちょっと今の何ってなって、もうすごいね、設備の整ったところだから、例えば外からの音なんて絶対入らないわけですよ。かといって室内で何か音が鳴ってるようなものもないし、何がこれマイクに乗ったのか全然わかんないなっていう話で盛り上がった結果、2本喋る予定が1本で帰らされたんですよね。僕のせいだってなって、でその後、まあ、僕ともう1人ゲストの方がおられて、でパーソナリティの方が2人なんですけど、そのうちの1人の方が僕と3人で、まあ、ちょっと下の階にですね喫煙所があるのでそこに行こうと。で僕普段全くタバコ吸わないんですけども、お二人がタバコを吸いに降りるっていうし、お二人とはね、まあ、楽しく喋ってたんで、ああ僕もちょっと喋りたいんで付き合いますよということで、お二人と一緒に喫煙所に行った。さあ本当ね、下のフロアのね端っこの方にある小さな、まあ、小部屋になってるんです。で真ん中に灰皿があって、僕がまあ入ってすぐ右ぐらいにいたんですかね。でもう一人のゲストの方が入ってすぐのあたりにいた。でパーソナリティの方が一番奥にいたんです。で入ってすぐにいた先輩のすぐ横、ここドアなんですけど、閉め切ってるそのドアがドン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 ってなったんですよ。でああってなってびっくりしたんですよね。というのも放送してたんですけど、結構遅い時間のラジオだったんで、下のフロアガラーンとしてて電気も消えてて誰もいなかったんです。そのドアが突然ドンドンってなったから、うわーってびっくりして、でしかもドアのすぐそばにいたその方なんてうわーってなってるわけですよ。で一応一番後輩なんで、そのうわーってなってる先輩より先にこれを開けなきゃいけないと思って、僕はバーって行ってドアをガラガラガラって開けたんですよ。向こうの方まで見通しいんですけど誰もいないんですよね。えっって、でドアの死角になる部分とかも探すけど誰もいなくて、え何これ何これってなって、そのパーソナリティの方と、えちょっと待って、なんで今なったよね、なったなったってなって、で一番ビビってたその方に、いやこれ何なんすかねって言うと、何のことって言いますよ。えいやほら今だって音が鳴って、いや鳴ってへんでって言いますよ。いや鳴ったし今うわーってびっくりしてたじゃないですか。うん鳴ってへんでって記憶からすっぽり消えてるんですよ。うわむちゃくちゃ怖いみたいなことがあって、もしかしたらパーソナリティお二人なんで、もう一人の方がもう遊びで、もしかしたらもうこれ叩きに来たんじゃないかという最後の望みを込めて上の階に上がったら、その方はもうすでにいなかった。その方じゃなかった。なんかすいませんってなりました。また僕のせいでということが多々あります。すいません、ありがとうございます。そうですね、僕はもうずっとやりたかったのが、あの子供向けの、まあ、怪談書籍を書きたかったんですけども、この度あの学研さんがですね、あのやらせてくださることになりましてですね、の僕がやっぱりちっちゃい頃に怪談を好きになったきっかけっていうのが、本当に図書室でたまたま見つけた怖い本だったりとか、まあそういったところの面白さに触れて今こうして僕楽しく過ごしてるんですけど、まあ、この令和怪談の内容はですね、そういったお子さんがですね、まあ、図書室なんかで手に取った時に、うわなんだこれ怪談ってなるような、ちょっとね面白さがあったり、まあ、そこには怖さだったりもそうなんですけども、まあ、人間のこのドラマだったりとか、まあ、温かさだったりとか、怪談の持ついろんな要素、いろんな面白さをですね感じてほしいなと思って、僕が普段怪談に対して思ってることや、あの頃怪談を好きになったその気持ちをギュッと込めて作らせていただいた内容となっておりますので、まあ、こちらねお子さんに読んでいただいても楽しめるようにも考えておりますし、それと真逆なんですけども、大人が読んでも楽しめるようにいろいろ考えて書かせていただいております。そしてまあ一番特徴的なのがですね、まあ、タイトルにもなっております令和という部分があるんですけども、やっぱりまあ今の方々にっていうニュアンスももちろんありつつ、怪談の内容的にもですね、例えば平成初期や昭和の頃にはなかったようなものだったり、
それこそデジタル機器だったり生配信だったりとか、そういったああ令和っぽいなと思うような怪談も結構普段舞い込んでくるので、そういったものも率先して書かせていただいたりはしております。連合が平成から令和に変わったその日があったじゃないですか。その日のうちに僕、令と話すと書いて令和っていうイベントの開催を発表したんですよね。それを面白がった、まあ、担当の学研の方が、亜美さんの本なんだから令和怪談で行きましょうという、今の時代の怪談家であり、今の時代の怪談家が書く怪談本であり、この令と話すという意味を込めた、令和という言葉の意味も込めた、そんな本にしましょうということで、このタイトルになりました。例えばですけども、とある、まあ、女性の方から聞かせていただいた話なんですけども、この方がですね、まあ、ちょっと一番楽しい時期というか、彼氏ができて、本当にね、間もない時期。お互い社会人なんですけども、もう最初の数ヶ月のね、一番熱々の一番楽しい時期なんですよね。そんな時にですね、もう毎晩のように二人してビデオ通話をしてたんです。昔はね、よく長電話するみたいなことがあって、で、親に早く切れって言われたなんて、そんな話もいろいろあったんですけども、もうね、ビデオ通話をですね、お互いの顔を見ながらね、毎晩のようにしてる。で、ある時彼が、まあちょっと地方に出張がありましてですね、会社の仕事で遠くに行った。そんな時にもですね、彼が仕事が終わった後、夜結構遅い時間ですけども、ビジネスホテルに着いて自分の部屋にチェックインした後、すぐにかけてきてくれて。で、画面の向こうでは彼が疲れたよなんて言いながらそこにいる。で、それを画面越しに見ながら、ああ、いいなと、可愛いなと、好きだなとか思いながら、ギュン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 しながらそれ見てるんですよね。すると彼がですね、そのうち、もうクタクタだよって言って、俺もうそろそろ寝ちゃうかもって言って、枕元の、まあちょっとした台が、ね、ビジネスホテルなんであるんですけども、そこになんかちょっと立てかけた状態。いわゆる手で持った状態じゃなくて、立てかけて、自分はベッドの上に横になったんです。横になって仰向けになってる彼のこの辺がですね、画面に映ってて、彼はこうやって、俺ちょっと寝ちゃうわって言ってこっちに向かって喋ってるんですよ。うん、分かった、おやすみなんて言いながらも、彼女ね、そのままビデオ通話切らずにね、彼がこの寝ついていくその寝顔をずっとこうやって見てたんですよ。で、可愛いなと思って、ああ寝顔可愛いとかと思って、で彼はもう仰向けの状態でこう寝てるんですよね。その画面がね、急にパッて真っ暗になるんですよね。で、通話相手が通話を終了しましたみたいなウィンドウが出て、あれと思って。なんでだろうって思ってると、パッてまた画面が明るくなって、彼が向こうの方で仰向けで寝てるんですよ。で、もっともっとパッて真っ暗になって、通話相手が、なんか、なりました。パッて真っ暗になるみたいなことがあって、で、またパッて明るくなると、向こうに彼が寝てるっていうのがあったんですよね。え、なんだろうなって思ったんだけど、あ、でもこれって、誰かが画面を押さないとこれなんないよな。って思った時にちょっと不気味に思ったんですよね。画面の向こうでは彼の可愛い寝顔なんですけども、その画面を見てるとですね、本当この小さい画面ですよ。この小さい画面の半分ぐらいに知らない女がスーって顔を出したんですよ。で、その女っていうのが血だらけの顔を半分覗かせてこっちを見てるんですよね。で、それにうわーってびっくりしてたら、その女がそのままこの半分の画面の向こうの方に映ってる仰向けになってる彼の方をクク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 クって覗き始めたんです。そのタイミングで画面がブツって切れたんですよ。で、うわ、えらいことになったみたいな感じですぐに彼に連絡した。すると彼はまたすぐそのビデオツアーパーって出てくれたんです。で、どうしたんって言ったら、大丈夫って話すると、で、今の話すると彼が、え、マジでって言って、ちょっと部屋それ変えてもらった方がいいんじゃないのなんてことになったんで、彼が、あ、わかった、じゃあちょっとフロントに言ってくるみたいなことを言って電話を一度切ったんですよね。すると驚くほど早く彼から連絡が来て、出たら、あ、部屋変えてもらったよって。え、早かったねって言って。ああ、そうなんだよ。なんか部屋変えてくれってフロントに言ったらさ、理由も聞かれずにね、全部ね、準備も手伝ってくれてすぐに変えてくれたんだよね。って言うんですね。これフロントの人なんか知ってんじゃないかなって。普通部屋変えてくれなんて言ったらね、なんでですかって話になりそうなもんですけどね、みたいなことが起きたらしいんですけども、やっぱりこのビデオ通話に何かが映るみたいなのも、この今の時代ならではなのかななんて思って、こういう話も僕好きで結構集めてたりするんですよね。そういったお話、例えば、まあ、そのビデオ通話だったり生配信だったり、聞いて面白かったのは Siri で音声でね反応してしまったみたいな話なんかもいろいろあったり、そんな話もたくさんコメントさせていただいております。やっぱり普段、まあ、怪談というものをですね、楽しくおしゃべりさせていただいてるんですけども、まあ、同じ怖いものだったり不可思議なものを扱うってなっても、やっぱホラー小説って本当に
まあ、全然違う部分もあれば同じような部分もあってという、なんかものすごく面白い存在であって、それをまあお話しさせていただくという機会が多分おそらく今後もひっくるめてなかなかあることじゃないと思うんですけども、普段怪談ばかりを喋ってた僕がなんかそのホラー小説を自分の体の中に落とし込んで外に出すにあたって、いろいろと自分の中の気づきとか、ホラーに対する面白さとか、逆に怪談の面白さとか、改めていろんな面白い部分に気づくことができたので、まあ、今回すごくね、ありがたい機会だなと思っております。少しでも小説その良さとか魅力がですね、皆さんに伝わって、皆さんが、ああ、この小説読んでみようかなと思ってくださっていたら一番いいなと、そう思ってます。はい、ということで、私の授業はここまでとなります。質問や疑問点、相談事などございましたら、コメント欄に書き込みをお願いいたします。それではまた次の授業でお会いいたしましょう。このチャンネルではオカルトを楽しく学べます。チャンネル登録、忘れ物。